はい、じゃあ、ドラムメーカーですね。まず。あ、そっか、そのスティックはないんだね。ヤマハ。あ、見えてますね。一応こ、これも、そうです。一応、あそこのついてるスネアドラムはヤマハです。あの、左側にヤマハの音叉のマークが。ついてます。まあ、あの、スネアドラムの裏側見ると。あの、ちゃんと。なんか。デザインがあったりするんだけども。 ヤマハっていうメーカーカですでまあ有名なメーカーからいきますあとパールパールは今座ってる椅子がパールですあごめんなさいそれあそうですパールですでえー、タマっていうのもありますなんかもう なんだろサザエさんとかイメージが結構強くて猫のイメージが多いんだけどあのなんうなんでなんだろう,う, <laughs> <で>だろうこ,この部屋にはないかな椅子にねたまに玉のがあったりとかペダルとかもあるんだけどもうなんか目の色が違うとか。 カラーコンタクト入出てるとか、もう髪がものすごい長いとか、意外とそういう人があの使ったりするメーカーですね、たま。あと、この辺から、まあこの3つは結構有名な、日本で有名なメーカーです。で、吹奏楽の人とかに話すと、知ってるよみたいな。うん、ヤマハパールはかなり有名ですね。で、その他、ちょっとマイナーにはなってくるんですけれども、日本のメーカーで、カノープスっていうのはあります。 今ないですね。先生よくスティックは使ってます。カノープスっていう。あと、覚えやすい名前です。はい。ネギドラムっていうのがあります。はい。ちゃんと切れてきてます。はい。まあ、これ結構皆さん覚えやすかったりします。まあ、これも日本のメーカーですね。あとは、えー、キタノっていうのがあります。これはチタンっていう。 えー、鉄の素材で作られてるドラムセットとか、まあ、スニアドラム作っててスニアドラムで20枚以上する結構高級なものですねであとは栄っていう栄これ堺市っていうまあ、大阪にあるんですけど、えーまあ、そっから生まれてるんで栄っていう知ってるかわかんないんだけど食い倒れ人形って聞いたことある なんかね、大阪に昔そういうのがあって人形がなんかこう動いて太鼓を叩いてるっていうのがあったんだけどもそのスネアドラムは境製っていうんで、はいまあ、一番そこが人気なんだけどまあもうなくなっちゃったらしいんで <laughs> <そ>うい個 <laughs> ね大人のショーはしてたりします食いだおね人形って言うとでこっからアメリカ製になります、えー、まずあっちのハイハットで使ってる DW これも 文字なんでで覚えやすいですいあとこれはまあぜひ覚えてほしいんだけども覚えづらいです。ナディックっていう名前です。これもいいドラム作ってます。えーまあ、7つですね。123456789もう9もいっちゃってるんでえー、もう本当にメーカーってものすごいいっぱいあるんでこの中から好きなの選んでいただければ十分です。あそれさっき言った今使ってるメーカーです。 これソナーっていうドラムです。結構吹奏楽の人でもソナーって使ってるものが多くて結構高級なイメージが多いんですね。あの、もともとはドイツのメーカーでまあなんかいろいろあって今中国の人がまあなん親会社みたいな形ではあるんですけどもまあ練習だとヤマハパールを使って本番はソナーのいいやつを使うみたいな。うん。 っっていう風習があったりしますねなんでまあ通奏学の人もなかなか使わせてもらえないみたいな本番しかダメみたいな、はい、そういうやつですでも今決戦あるのはそこまで高いやつじゃないんで <laughs> 本当に高いのは全部のドラムセットを1本の木から、まあ、一番外枠はバストラムとかこう切っていくと300万とかも車が買いそうな金額いったりとか <laughs> するのもあるんですけどもまあそれはすごいいいやつなんでこれはそこまでいいやつじゃないです はいまあなんでこの辺ああと覚えやすいものですねはいまあマイナーな日本だとマイナーなんですけどポークパイっていうのがありますはい、まあ、ネギドラムに続いてポークパイっていう豚のマークの,あのステッカーがついてたりとかしますそうですねあとはいっぱい出てきちゃうんですけどグレッチとかグレッチっていうメーカーですね これはギターも使ってたりするんで、あの、シーナリンゴってアーティストがいて、まあ、なんか歌詞でグレッチでタッ、ブッ、なんだっけな。グレッチって歌詞が出てきますね。はい。叩いてたかなちょっと忘れちゃいましたよ。はい。なんで、この中から好きなのを選んでいただければと思います。以上となります。